皆さんおはようございます。宵闇ダンサーズの時間です。今回の奏者は T さん、普段はいろんなゲームのタスを作っている方ですね、が宵闇ダンサーズを走ります。プレイする内容はルーミア、ルナティック、禁止マークとなっています。それでは T さんよろしくお願いします。今回話すのは私だけなので、 T さんはプレイに専念していただく形になります。さて大丈夫ですかね。これがこのゲームのオープニングですね。ストーリーはなんだかよくわからないけど、みんな踊りたくなってしまった、そんな幻想郷のお話です。さてそれでは準備の方が完了したら3カウントで始めたいと思います。はい、アイテムは禁止マークですね。それでは始めたいと思います。3カウントで始めます。 3,2,1 スタート。さあ始まりました、宵闇ダンサーズです。このゲームは 5×5 のマスの上を音楽の拍に合わせて移動する弾幕アクションリズムゲームです。東宝プロジェクトを原作にした二次創作ゲームで、東宝天空賞の後日談をテーマにしています。音楽の一拍に合わせて1ターンが経過して、その1ターンの間に自分も敵も弾も全てが同時に行動します。なおこの1ターンの中で取れる行動というのは上下左右の移動、もしくは一泊その場にとどまってチャージをする、アイテムを使用するのいずれかの3つのものになっています。なんですけど今回アイテムに禁止マークというものを選択しました。下に通行禁止のようなマークが書いてありますね。これを選択した場合アイテムの使用は不可能になり、なおかつ禁止マーク以外のアイテムは一切登場しなくなります。なので今回のランではアイテムの使用をすることはできません。そしてプレイしている難易度に関しては最高難易度のルナティックになります。ルナティックだと、敵の攻撃が激しくなったり自分の体力が少なくなったりします。敵を攻撃する方法なんですが、敵と同じ高さにいる際に敵の方向に向かって移動をすることで自動的に攻撃となります。そして敵を倒すと赤い四角い P と書いてあるアイテムを落とします。このアイテムなんですが、画面下にパワーという表示がありますね。今13分の6となっているものです。これの分母の数だけ集めると攻撃力が永続的に上昇します。このパワーをなるべく高くすることが RTA 的には非常に大切です。そのためできる限り多くの P を稼いでいきます。また全てのものが同時に移動するというのを利用して弾をすり抜けることができます。ターンが始まった時に弾と重なっていなければ当たり判定が出ないんですね。このグレイズを発生させると、すり抜けるのをグレイズというんですが、グレイズを発生させると下に書いてあるグレイズという数字がたまります。この数字がたまると攻撃力が上昇します。ですがこちらはパワーとは違って上昇は一時的なものなので時間とともに下がってしまいます。グレイズでの攻撃力を維持するにはグレイズをどんどんしていく必要があります。なお一面の BGM は青空のダンスフロア、原曲は希望の星は星晶に昇るという東方天空賞第一ステージの道中の BGM でした。さて一面ボス、皆さんおなじみ東方シリーズの主人公隠れ霊夢です。ボスは画面上部の体力バーを削り切ることで次の攻撃へと切り替わっていきます。ところどころチャージをしているんですが、チャージをした後の攻撃というのは攻撃力が 1.5 倍、かつ移動量が 2倍になります。なので1ターンの移動では避けきれない攻撃もチャージをすることで避けられたり、効率よくダメージを与えていくことができます。最後の攻撃、最後に一発攻撃を入れるときはわざとリズムを外すことでわずかにタイム短縮をしています。さて1面クリアですね。1面の BGM は紅白のワンダーオーブ、原曲は東方妖連弾と春色小道、それぞれ東方旧作 PC98 時代の東方の夢時空と東方怪塚の霊夢のテーマになっています。さて2面が始まりました。お気づきの方もいるかもしれないんですが、このゲームボス戦が始まるまでの道中で一切のタイム短縮要素がありません、一切は言い過ぎなんですがタイム短縮要素がありません。ではどうやってタイムを短縮するか、それはボス戦を早くクリアすることです。現在画面上部に
バーが出ているんですが、このバーが右端まで溜まったらボス戦が始まります。なのでボス戦を早く終わらせるため、この右端にたどり着くまでの時間で準備をすることが大切です。その準備というのが攻撃力をなるべく高くすることです。ボス戦の攻撃力を貯めるために現在なるべく多くのパワーとグレイズを貯めています。余裕があれば必ずグレイズ、取れるパワーは必ず取るというようなプレイスタイルですね。効率よく攻撃力を稼ぐためにパワーを落とさない敵に関してはわざと倒さずに置いておいて弾を出させてグレイズをより多く稼ぐなど、また倒しても繰り返し出てくる敵もいるので、そういう敵は何度も素早く倒してパワーをより多く稼ぐということをしています。このゲームタイムが変わる要素というのがどこまで攻撃力を稼げるかなので、非常にこれを稼ぐことが重要になってきます。またグレイズというのは単純に攻撃力を高めるだけの効果でなく、グレイズをした瞬間に自分の周りにある P アイテムを回収してくれる効果というのも同時に存在しています。なのでこのグレイズという行動はパワーとグレイズ両方を貯めるのに有用な、とても強い行動になります。またボス戦直前に関してはタイム短縮要素があります。ボス戦というのは画面全体の敵が全ていなくなるまで始まりません。なのでボス戦直前はなるべく早く画面上の敵を倒すことで少しだけタイム短縮となります。左上に現在チェーン数というものが出ているんですが、これは失敗せずに連続で行動した回数です。ダメージを食らってしまったり、リズムを大きく外してしまったり、一泊行動しないなどのことをするとチェーンは切れてしまいます。ただチェーン自体に特別な効果は一切ありません。ですが今回のランでは全てのステージをフルチェーンでクリアするはずです。なおここまでの2面の BGM は夕焼けのアドベンチャー、原曲は星の器、こちらも旧作の東方幻想郷という作品のマリサのテーマ曲になります。さてもうそろそろボス戦ですね。今画面上部のバーがだいぶ右の方まで来ました。この後最後の敵が来たらなるべく早くこれを倒し、ボス戦を早めに呼び出すというようなことを行います。さて画面の敵が一掃されボス戦が始まりましたね。ボスは霧雨マリサ、東方シリーズ第2の主人公です。まず最初の攻撃は周りに星が回っていて、この星を倒さないと本体にダメージを与えることができません。 なので効率よくダメージを与えるためになるべく、星を倒したところからダメージを与えていくなどをして効率よくダメージを与えていきます。2つ目の攻撃は東方を知っている方であればおなじみマスタースパークです。マスタースパークが出ている間は正面からの攻撃ができないので、周りでグレイズを稼いで亡くなった瞬間に攻撃を叩き込み倒します。なおマリサ戦の BGM は夢見るアナザースター、原曲はディムドリームオリエンタルダークフライトの2曲です。それぞれ東方夢時空と東方開塚のマリサのテーマ曲となっています。さて3面ですね。ここからこのゲーム難易度が飛躍的に上がります。速度の違う弾が同時に飛んでくることが増えます。これによりグレイズのタイミングが非常につかみにくくなります。それだけではなく縦横斜めと多方向から攻撃が飛んでくるシーンが多く、テンポも前のステージより速くなっています。どんどん難易度が上がっていくので避けることが難しくなっていくんですね。さて今出てきたこのウサギの敵、非常に動きが変則的で読みにくいですね。どのように避ければいいかしっかり考えないとすぐに攻撃に当たってしまいます。ですが彼何事もないように避けていますね。なぜでしょうか。これにはちゃんと理由があるんです。もともと T さんはこのゲームのタスを作りたかったんですね。あこれまずいな、ステージを最初からやりました、やり直しました。これは今から説明する理由が関わってきます。で彼はもともとタスを作りたかったんですが、このゲームタスを作ることができないんですね。 PC ゲームを作るタスツールでは動作しません。なんですがタスを作りたかったので、どうしたかというと、まずこのゲームが始まってから最終ターンまでの全ての動きをルートを作りました。なので今これ全ての動きはあらかじめ事前に決まっています。このルートを作るのに非常に苦労したそうで、全編通しでルートを作るのに6ヶ月から7ヶ月、そのうち3ヶ月から4ヶ月を1面のルート制作に費やしたとのことです。そして走り切ったのが、1度目のルート、バージョン 1.2 のルートですね。
その後バージョンが変わり 1.3 にアップデートされルートをさらに更新し仕様変更にも適用し完成させたのが今の RTA のルートとなっています。つまり先ほど一度リセットしたんですがこの RTA 道を一歩でも間違えたらその時点でやり直しになってしまいます。その時点でルートから外れ予定通りの動きは一切できなくなってしまいます。もしも今この配信を見ている方で宵闇ダンサーズが手元にあるという方は難易度ルナティックで禁止マークを装備しゲームを開始してこれと全く同じ動きをすれば全く同じことができます。もし手元にないという方がいたらこのゲーム Steam と Nintendo e ショップで1000円、そしてブースというサイトだってサークルから直で買うと、PC 版が500円で購入することができます。興味がある方はぜひ買って遊んでみてください。これだけ見るとすごい難しいゲームに見えますが、最高難易度ではない難易度でアイテムありでプレイすれば比較的遊びやすいゲームなので興味がある方はぜひどうぞ。可愛いので。そしてもしこのルートをより更新することができたという方がいたら奏者の T さんにご一報ください。おそらく彼が非常に喜びます。このゲームゲーム部分だけじゃなくて音楽も非常にいいんですよね。実はサウンドトラックが Steam とブースで販売されています。 Steam はダウンロード版で、ブースの方では CD の物理版で売っています。もし音楽いいと思った方はぜひ聴いてみてください。そしてサウンドトラックは Steam とブースの販売だけでなく公式の YouTube チャンネルでも全て公開されています。ゲームとは若干アレンジが違ったりする部分もあるので BGM が気に入ったという方はぜひ聴いてみてください。なおここまでの3面 BGM は宵闇のダンスパーティー、原曲は宝月みたいに赤い魂と妖魔夜行の2曲、前者が東方高魔教一面道中の BGM で後者がルーミアの BGM ですね。ということで3面ボスまでやってきました。3面ボスは大妖精です。東方高魔教2面中ボスとして有名なキャラクターで通称大ちゃんですね。大ちゃんの最初の攻撃は2つの速度の攻撃を入り混じってくる非常に避けにくい攻撃です。避けるタイミングを見極めて確実にグレイズを決めていきます。2つ目の攻撃では分裂する弾を飛ばしてきます。一定ターンごとに分裂をするので安全な位置を見極めなくてはいけません。これバージョン 1.2.1 までは分裂後の動きの予告がなかったとんでもない攻撃です。バージョン 1.3 で予告が出て多少避けやすくなりました。さて3つ目の攻撃ですね。こちらの攻撃一定時間耐久攻撃になります。体力は時間経過で自動的に減っていくので体力がなくなるまで一緒に踊りましょう。同じマスにいる間は手をつないで踊ってますね。とても可愛らしいですね。手をつないでいる間は攻撃に当たりません。あーこれはまずい。ボスファイトから再度やり直しですね。先ほども言った通り一歩でもルートを間違えるとパターンが全て崩れてしまうのでその場合はそのステージの最初もしくはボス戦からのやり直しとなります。さてさっきと大丈夫かな。このように一歩でも間違えるとまたやり直しになってしまうので先ほども2回ほど見た光景ですが先ほどと全く同じ方法で倒していきます。大丈夫かな。ちょっと怖いですね。おそらく大丈夫だと思います。3面のボスなんですが先に BGM の紹介をしておきましょうか。現在の BGM は月下のフェアリーズナイト、原曲は真夜中のフェアリーダンス、フェアリー冒険探、ルーネイトエルフ、妖魔夜行の4曲となっています。大丈夫かなこれ。ボスファイト最初からですね。そうですね、今ここで話すべきことは何でしょうか。このゲームは、どこだっけ、ちょっと待ってください、進んでますね。第2形態、先ほども見たとんでもない攻撃がやってきてますね。この攻撃、見た目でどこに避ければいいかをぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。おそらく頭がこんがらがります。さて、第3形態まで来ましたね。耐久スペル、もう一度です。画面上部の体力がなくなっていくまで一緒に踊りましょう。先ほども説明しましたが手をつないでる間は攻撃に当たることはありません。
なので一緒に踊ることができればそんなに難しい攻撃ではないです。ですがこれに気づくまではなかなか難しい攻撃になってますと言ってる間に一緒に踊ってないですね。これは遊んでいるわけではありません。この行動がグレイズを稼ぐための最適行動となっています。というのもこの後の第4攻撃が非常に体力が高いのでなるべく多く少しでも攻撃力を稼いでおきたいからですね。すべての動作を完璧に行えばだいたい攻撃が32だ36くらいまで上がったかな、プラス36くらいまで上がるって、最初の攻撃力の2倍程度まで上がります。これにより非常に早く次の攻撃を倒すことができます。どんどん攻撃力上がってません、39まで上がりましたね。そしてその溜まった攻撃力をどんどん叩き込んでいきましょう。こちらの攻撃は前からも後ろからもやってくるので避け方を確実に考えていく必要があります。さて体力がもう少しですね。これを削り切ったら3面無事クリアですね。よし、さて次のステージ4面最終面になります。ここまでのステージと比べてテンポが非常に速くなります。判断が遅れがちになってしまうので操作ミス等の発生も非常にしやすくなっていきます。ところで特に一切タイムには関係ないんですが左下とても可愛らしいですね。これ外枠 5×5 のマスの外に向かって移動するとルーミアが踊ってくれます。とても可愛らしいので皆さんも時々やっているのを見てみてください。特に追加効果とかは一切ないんですけどね、可愛いのでやっていきましょう。さて4面なんですが4面には中ボス戦が存在します。なので中ボスまでになるべく多くのグレイズを稼いでいきます。ボス戦までの時間は固定だと言ったんですが中ボス戦までの時間も固定です。ですが中ボス後の時間は固定ではありません。さて1人目のボス、テイリーダ・マイ東方天空将5面ボスですね。斜めの攻撃は予告線を見た次のターンには飛んでくるので予告線を見てから対応することは非常に難しいですと言っている間に終わってしまいました。中ボスを早く倒したことによりここでグレイズとパワーを稼ぐ時間がやってきました。ですがこのステージもう1人中ボスがいます。その中ボスまでにまた多くの攻撃力を貯めましょう。さてそろそろ2人目の中ボスがやってきますね。東方シリーズに詳しい方であればもう1人の中ボスも誰だか予想がついているのではないでしょうか。そう、中ボス2人目は西田里の東方天空将5面ボス2人のうちのもう片方ですね。さて後ろからやってきました。この後ろからやってきた攻撃、斜めでの攻撃が非常に激しいので安全地帯を確実に見極めましょう。さてこの2体目の中ボスも早く倒したことにより早回しでグレイズを多く稼ぐことができます。さて今稼いでいるんですが彼あまり P を取っていません。これにはちゃんと理由があります。ここから全ての P を回収したとしても攻撃力は33に届きません。というのも分母が変わらないとこのゲーム攻撃力を稼いでも上がりません。なので32まで届いてしまえば、33に届かないのであればそれ以上稼いでも意味がない。なのでなるべく効率的にグレイズを稼ぐことに専念しています。ちょうどボス戦に入るタイミングで攻撃力がぴったり32になるように調整されているはずです。さてここまでの BGM、 狂乱のダンサーズハイ、原曲禁断の扉の向こうはこの世かあの世か、ほおずきみたいに赤い魂、前者が東方天空将5面道中、後者が高魔教1面道中の BGM です。さてラスボスやってきました。ラスボスは先ほど中ボスとして出てきた東方天空将5面ボスのコンビです。さて2つ目の攻撃単体ですね。この攻撃グレイズが一切稼げないので攻撃力が大幅に減らされてしまいます。この次の攻撃また2人に戻って弾幕を放ってくるんですが非常に攻撃力が低いので時間がかかってきてしまいます。おっとこれ大丈夫かな、これボスの最初からリスタートですね。第一形態はまず斜めの攻撃を確実に避けつつ2人が重なったタイミングで一気に攻撃を叩き込んでいくということですね。で第二形態まず前単体です。こちらはグレイズが稼げないので攻撃力が非常に減らされてしまっていますね。これはもう仕方のないことなので次この減った攻撃力でなるべく効率よく攻撃を当てていきましょう。この攻撃は長期戦に なってしまうのでもうなるべく効率よくダメージを与えていくしかありません。さて3つ目の攻撃が終わり4つ目、今度は里の単体ですね。こちらも前から後ろからと攻撃が来るので全部避けなきゃいけないんですが攻撃を当てられるチャンスが多いので倒していきましょう。
さて真ん中で2人が重なったタイミングで攻撃を当てていきます。チャージをして 1.5 倍の攻撃力、これを当てやすいので中央に来たタイミングだけ確実に叩いていく。さて次の攻撃が終わり画面がホワイトアウトしたらタイマーストップになります。最後は見守りましょう。私は何も喋りません。さてこれで画面がホワイトアウトしたらタイマーストップとなります。タイマーストップです。最終ボスの BGM はバラージダンサーズ、原曲はクレイジーバックダンサーズ、もうドアには入れない、桜舞い散る天空の3曲、それぞれ東方天空賞ごめんボス、東方天空賞 EX 道中、天空賞タイトル画面の BGM となっています。さてここまで全ての行動を完璧に行い、全2260ターンでの攻略となりました。さて T さんどうでしたか。今おそらく、あ、なるほど、 T さんからはルーミア可愛いだそうです。このゲーム今プレイしたのはシナリオ1ルーミア編となっていて、現在シナリオ2エタニティラルバ編も実装されています。これからどうもシナリオ3でチルノ編が実装される予定なので、もし興味がある方はこれからプレイして実装を待ってみてはいかがでしょうか。良い闇ダンサーズとても良いゲームなので、興味を持った方はぜひプレイしてみてください。T さんルーミア可愛いと言ってますね。やはり。では皆さん、ここまでありがとうございました。良い闇ダンサーズでした。